テキサス州会議事堂は、アメリカ合衆国テキサス州の州都オースティンに立地する同州議会の議事堂。州政府の中枢である、この建物には、テキサス州議会の議場のほか、テキサス州知事の知事室も設置されている。テキサスのみならず数々の州庁舎の設計を手掛けた、ことで知られるイライジャ・マイヤーズの設計による、 この建物は1882年から1888年にかけて土木工学技術者、林勢ウォーカーの指示の下で建設された。この議事堂の庁舎は何回か改築されており、1955年の改築ではエアコンが設置された。直近の改築は1997年に行われた。テキサス集会議事堂は、 ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂にこそ及ばないものの全米50州の集会議事堂の中では最大の建物である。このネオルネサンス町の庁舎の建設費用は1876年2月15日に採択されたテキサス州の憲法で公用地の売却を許可されたことによって調達できるようになった。調達にあたっては テキサス州北西部の土地300万エーカーが売却された。この時に売却された土地は後にサイト牧場となった。この土地の売却益と現金と合わせて370万ドルが建設費用に充てられた。庁舎の実働建設作業員は主に移民労働者や有罪判決を受けた受刑者であった。作業員の数は最も多い時で1000人を数えた。 議事堂の礎石は1885年3月2日に置かれた。1888年に議事堂は完成し、4月21日の三者真と記念日に供用が開始された。元々の建設計画では、この議事堂は州内で採れる石灰岩を使用して建設する予定になっていた。しかし、石灰石の品質が一定でないことが懸念された。 この懸念を聞きつけたマーブルホールズ近くに連なるグラニートマウンテンの所有者たちは議事堂建設に必要となる量の加工岩を無料で提供した。やがてこのピンク色をした加工岩はオースティンのダウンタウンに立つ多くの州政府の建物に使用されテキサスピンクグラナイトと呼ばれた。近年になってこの石材はサンセットレッドという名前でマーケティングが行われるようになった。 1970年には、議事堂は国家歴史登録財に登録された。また、1986年には、議事堂は国定歴史建造物に指定された。アメリカ建築協会が2007年に行った、アメリカ合衆国内の建築物に関する人気、投票のトップ150では、テキサス集会議事堂は第92位にランクされた。円形をした大広間には、 歴代テキサス州知事の肖像画が飾られ、ロビーにはエリザベート・ネイの制作によるサミュエル・ヒューストン及びスティーブン・オースティンの彫刻が施されている。このテキサス州会議児童は全米50州の州会議児童の中で最大の床面積を有している。また、高さではアメリカ合衆国議会議児童よりも5メートル高い。ありがとうございます。